はい、こんにちは、ズルです。さあ、今回もね、ソニーの FX30 で、えー、Vlog 撮影ね、ちょっとしていこうかなと思います。今回、ちょっと、金岩海岸に来てます。はい、また海の方を撮っていこうかなと思いますね。ちょっと歩きながら、ポイントポイント撮影しつつ、また、向こうがね、一番奥が海なんで、海の方行ってみようかなと思います。うん、結構抜かるんでそうだな。こういうところ歩いた後、もう車の中くちゃくちゃになりそうで嫌なんだよな。 とりあえずちょっと行ってみようか。昨日雨降ったんでね、やっぱどうしてもこうなっちゃいますよね。まあ、ちなみにこんな感じですね。はい。一番奥に見晴らし台っていうのがあるんで、そこまで行けば、まあ、海がかなりきれいに見えると。ちょっと横見えてるかもしれないですけどね。じゃあ雑談があったら行きましょう。はい。ちなみにちょっとここの辺、まっすぐなんで歩いて行ってみますか。手持ち撮影ですね。 普通に歩いてますちなみに今回の設定はですね相変わらずあのオートホワイトバランスに迷走してる感じなんですけど今回はオートホワイトバランスではなくって太陽光ですね今日あの天気いいので,で雲もないしあの太陽もちゃんと出てるんで太陽光に設定して今撮ってますで色味は相変わらずうーちょっと変えてますね はい、ちょっと変えてますただ変え方はオートホワイトバランスのときと変わってないかなあんまり変わってないと思うんですけど一応今太陽光にして撮ってます相変わらず背面液晶が見づらいんで <laughs> また帰ってデータ見てみないことには何とも言えないんですけどどんな感じでしょうか結構あるんですよねあの見晴らし台までねはいちょっと風も出てきてますね音がどういう風に撮れてるかっていう感じですね あとは海の青か。青がどういう風な感じの青になってるかですね。ここはちょっと一番気になるんだよな。あとですね、えっと、ピクセルマッピング。これについての動画につアップした時の、えー、ところで、あのコメントね、いただきまして、あの、オートピクセルマッピングオンにしてるんですかみたいなコメントいただいたんですけど、まあ、ね、コメントで、あの、文章で返信もさせてもらったんですけど、 FX30 って、あの、オートピクセルマッピングっていう項目自体がないんですよね。メニュー項目自体がないんですよ。で、ピクセルマッピングっていう項目があるんですね。で、それを、あの、カーソルで右の方に進むと、ピクセルマッピング実行しますかっていう画面になるんですよね。なので、 そのメニュー項目のピクセルマッピングっていうのは手動でそれを実行するかしないかっていう選択肢しかないんですよねなのでオートピクセルマッピングっていう項目自体がそもそもないのでそれを自動でするかしないかっていうオンオフの切り替えができないんですよで他の機種だったらできるのかなっていうところも気になったんで α7S3 ですね そっちの方の取説見てみたら、そっちはオートピクセルマッピングっていう項目とピクセルマッピングっていう項目2つあるんですよね、メニューの中に。で、オートピクセルマッピングっていう項目の中で、それを自動で実行するかしないかっていうのが切り替えできると。うん、で、ピクセルマッピングっていう項目の中で、まあ、FXRD と同じようにそれを手動で実行するかしないかっていうことができるようになってるんですね。なので、その、 XL マッピングを自動で行うかどうかっていう機能が機種によってはついてるとただ FX30 に関してはそれがついてないとなのでもう出てきたら実行するしかないもしくはキャンセルするしかないどちらかしかないんですねそれを出てこないようにするみたいなあの項目がないので、えー、やっぱりどっちかしかないということなんですよねなのでまあどうせだったらねレンズキャップ持ち歩いた方がいいんじゃないのっていうのがその時の動画なんですよねはい と,いうところで、まあ、コメントの方にもねちょっと文章で返信はさせていただいたんですけど一応あのなんていうかな言葉としてね、はい、音声としてもちょっとその辺は残しておこうかなというところで、まあ、そういった形の返信をさせてもいただきましたっていうお話ですねはいなのでまあその辺はねやっぱりこうやっぱりシネマラインっていうところもあって、ね、いわゆるアルファのシリーズとはね ちょっとその辺は変えてあるということなのかなっていうのが一応私なりの解釈なんですけどねはいなのであのそのコメントいただいた方はそれがねあのオートが切り替えできないんであればちょっと購入するの迷っちゃいますっていうふうに書かれてましたけどただまあ選択肢としてはねこの APSC 機でっていうね選択肢になる 現状この FX30 だけになっちゃうのでアルファにはあの同等の機種がないですからね、まあ、そこをどういう風にあの判断するかっていうところかもしれないですよねただ FX3 とかねあの辺と比べたらもう明らかにコストパフォーマンスは高いと本当に赤字じゃないのっていうぐらいあの価格の設定間違えてんじゃないかっていう,、ね、いうような多分機種だと思うので その辺をどういうふうな形で、えー、自分の中に落としどころを見つけるかってことかもしれないですね。はい、自分は別にこの表示自体は出たところでっていう感じはするんでまあ、前もその辺は動画にしてますんでそっちらもご覧いただければいいと思うんですが別にそこまで大きなデメリットではないかなと思っているので、うん、この機種もし。 いいなーって思ってらっしゃる方は、もう積極的に、前向きにね、検討してもいいんじゃないかなって気しますけどね。毎回来るたんびに思うんですけどね。この柵がね、ちょっと、いやらしいというか危ないというかね。一応そっち側からも回っていけるんですけどね。回っていけるんですけど、別にここをね、回っていくんだったら別にここ、 トレーニングしておいてもいいんじゃないかっていう気がするんですけどねなんか一応書いてはあるんですけどもう剥がれてしまって読めないですねはいそしてそこ上がっていったところが見晴らし台ですねいやこういう風景はやっぱ残しておいた方がいいと思うけどなうーんちょっとゴミとかねいろいろ落ちてるけど、まあ、こういうのをねなんか 埋め立てるなりなんか建物建てるなりってのはあんまりしない方がいいような気がするけどなうんこういう風景はちょっといつでも見れるように残しておいてほしいよね見えるかな見晴らし台ってあそこに矢印書いてあるんですけどここを登っていくと見晴らし台ですねなんか野鳥がいるなあれなんだっけななんか見たことあるんだけど 見たことあるけどなんだっけな名前が出てこないわさあということで見晴台までやってきましたここにペンチがポツンとねあるんですけどね一応金沢港の、まあ、整備事業って形で、まあ、どういうことをやるのかっていうことは一応ここには一応表示がされてますね 今なんかあっちの方はなんかねいろいろとやってる雰囲気はありますけどねでそこはまあなんだろうサッカー場というかまあ運動場なんでここはこのまま残ると思いますけどね前なんかそこの辺になんかキツネかなんか行ったような気がするんだけどそして海がどういうふうに映ってるかですね 青がどういう青になっているか今日は風があまりないので比較的音声は綺麗に撮れてる方だと思うんですけどねさあということで今回はソニーの FX30 での雑談 Vlog みたいな感じですね で今回、一応太陽光でねホワイトバランス撮ってみたんですがどういった感じで撮れてるかちょっとかえって見るのが楽しみですねでやっぱりいいカメラですね、非常にやっぱ重量も軽いしで今、私基本的にね、えー、こういう撮影するときはストラップあのつけてやってるんですけどねピー,クピークデザインのカフっていうねあのリストに、えー、ぶら下げるタイプも持ってるんですけど、まあ、そ当初はそっちでやろうかなと思ってたんですけど普通に。 あのストラップね、あの下げて、えー、かけてね、やる方が、運用はやっぱしやすいかなって感じですね。なんか、こういう持ってる時の映像も結構安定しやすいかなっていう感じあるんで、うんで、ストラップでぶら下げて、本当に V6 スタイルで撮っていくっていうのは、非常に運用のしやすいカメラかなって思いますけどね。いろいろとね、 えー、なんだろうさっきのピクセルマッピングじゃないですけどまあ人によってはね気になるところもあるかとは思うんですがむしろそれを上回るだけのものをたくさん持ってるカメラだとも思うのでいいカメラじゃないかなと思いますけどねさあということで今回はこんな感じで終わろうかなと思いますまた次の動画でお会いいたしましょう。 ありがとうございました。